宮崎労働局によりますと、今年4月の求職者数は2万333人、企業の求人数は2万9468人で、有効求人倍率は前の月を0.01ポイント下回る1.45倍でした。業種別の求人数は前の年の同じ月と比べ、製造業などが下回りましたが、 情報通信業業や宿泊業などが増加しています宮崎労働局は求人が給食を上回る状況が継続しており雇用情勢は着実に改善が進んでいるとしています。